本日はね、一人一つずつ、こんな女子どうですかっていうのをね、出していきますので、はい、まあ、タワゴが出したら、他5人が好きぐらい、はいはいはい、ちょっとディスカッション、はいはいはい、僕が出したら他5人っていうので、まあ、全6種類の女性を、女子を、女子を語っていこうかな。前回何やったとか覚えてないのか、かぶったらごめんな、当てなんのかな、まあ、当てなるというか、要はさ、その推しっていう文化だ。それ要はその自分の推しがこれが好きなんだっての知れるだけでもさ、またちょっとね、一個あれじゃない。何笑ってんねん。いや、ちゃん、みんなとかな、ずっとな、顔こっち動かされてずっとこっち動かされてほんまに。では、第1問、はい、起き上がるときに、よっこいしょという女性はぁ好き。え、ちょっと待って、よっこいしょの、ちょっと、もう一回メロディーと声質ちょうだい。やばい、音程と、そうそう、歌い回し、そうそう、よっこいしょ。起き上がるときに、その、出ちゃう、よっこいしょ、よっこらしょ、よっこいしょ一。立ち上がるときに声を出す女性、好き。好きじゃない。嫌い。好き。嫌い。あー、なんか分かってないよな、これに関したら。いやー、どっちぐらいいきますか。で、嫌いやっと好きくない、好きくない、あ、ごめん、好きくない。うん、ちなみに、どっちやったんですか。どっちでもいない。好きくないよな。よっこいしょ、みたいな、はい、その、ちょっと、なんて言ったかな、ぶりっ子っぽく、俺は聞こえてしまうから、普通になんか、否定してるわけじゃなくて、俺は嫌い。うん、なるほどね。わざとやってるのかな。あー、それが可愛いと思ってんねんな。そう、案外、チェチュー。言うなよ、そういうこと。お風呂入るときに、あーよいしょーは言わない。よいしょー。じゃあ2本目いこうや。はい、2本目いきます。この寒さにもかかわらず露出度がすごく高い女性。あー、すごく高いでいいんですか。すごく高いです。いや、すごく高いでいいんです。すごく高いな。そう、すごく高いはもうほぼ足だけじゃない。ほんとに楽しいな。猫楽しかった。じゃあ行ってみたいと思います、はい、好き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 。待って、やー、足出してけ、ほんとに。言うこと出しててほしい。そう、ほんまにすごい。足出して、上めっちゃ厚着、これめっちゃ重いんだな。そう、上敷きシャツみたいな。わかるー、白いやね。めっちゃわかるわ。うわ、やばい。うわ、ほら、あ、怖い。え、自分はどう。自分はさ、寒い時、冬にさ、どっちを優先する。もうとにかく防寒を優先させるか。いや、まあ多少寒くても我慢しておしゃれをする。防寒、うん、俺おしゃれだな。結局ダウンとか、ダウン絶対着る。おしゃれで着る。ダウン着ない。そう、なんかね、あれやっぱりさ、好みもあると思うけど、俺はやっぱ自分の私服だったら多分コート派の人じゃん。あ、コート、コート。だけどコートよりダウンのがあったかいで言ったら、俺はダウン着ちゃうから多分防寒や。なるほどね。なんかそう、体のシルエットがなくなるのが嫌なの。そう、俺もね、それは分かる。おしゃれとしてはコート着たい、本当はロングコートを羽織りたいけど、寒いからダウン着ちゃう。あの、全然サンダル履く俺は、うん、どっち。病気、病気。あずき行ってみよう。あ、行けるわ。外にもかかわらず、人目を気にせずベタベタしてくる女の子。はい、はい、わかりました。はい、これ好き好きくない。はい、好き好きくない、行ってみましょう。はい、行きます。好きくない、好きくない、好きくない、好きくない。おー、きっしょは残っちた、ほんまに。好きだよ。あ、好きなんだ。好き、俺は全然好き。あ、そうなんだ、うん、でもさ、それで言ったらさ、ミネト君もさ、なんかこの間ね、あの車乗ってた時に、うん、外さ、まあクリスマスシーズンあったじゃないですか、うん、年末とかで、なんか手つないで歩いてるの見て、いいな、ああいうの羨ましいよねって言ってたよ、うん、そう、羨ましいね、うん、羨ましいねんけど、そのね、ベタベタは嫌なんだ。手つないでこうこうやって歩いてるとかは、そなんか、その少しでいい。お試しでいい。外ではサバサバしててほしい。これサバサバは止めてないかな、別に。普通でいいんだ。まあ普通だよ。玄関バンって閉めて、とにかって始まるみたいな。何のドラマ見てきた。何のドラマ見て育ててきた、お前。ありがとう、危ないんだよ。やけんじゅくん、次行ってみよう。初デートで肘つまんでくる女の子。どういうこと。ちょっと待って、最近あったん、それ最近あったな。なんかピンポイントやろ。みんなまで言うね。やって、歩くって、歩くやん、こっち歩いてますやん。でもまだつけてないから、手を繋いでます。
あ、俺だな。あ、ここの服、うん、あ、ここか。俺、肘のあの薄皮つままれてる。違うよ、違うよ。俺、もう、ポジタで言ったら、ここに。そうだよ、そうだよ。あれだ好きか好きかないか言ってみましょう。いきます。好きかない。好き。好きかない。好きくない。あー、わかるかな。え、好きくない誰。はい。なんかこうね、手つなぐのまだ行き過ぎかなっていうからちょっと恥ずかしいし、そうそうそう、ここやったらちょっといけるみたいな、うん、え、このさ、ここにかかってる圧力めっちゃ好き。よかる。手つなぐより好き。まだ手をつなげないんだって、うん、まだ別につなごうと思えばつなげる。実際どっちなの？え、自分は何か答えてないけど、どっちなの？絶対好きじゃん。大好きなんかい。大好き、大好きだったじゃん。なんで好きくないの？好きくない。いや、俺結構いらんかも、ほんまに。手もつなぐ？つなが、つなぎたいんやったらつなぐけどってぐらい、俺そのはっきりしてってこと？いや、ずっとこの、もう嫌やし。でもこの、話すタイミング分かんないよね。って持たれたとこが、あってで、そっから、こう持ってきた自分で。じゃあ、ふうかに行きますか。行きます。はい。昔やミキーやった。行きましょう。いきます。好き。好きくない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 。おお、迷ったのだ。聞きたい。ミナト想像したらねちゃんと割り勘中真面目に考えた。想像した。例えば例えば言ったタバコ吸ってるのかなって思っちゃう。ああ、タバコ分かんねえ。あかん。なるほどね。でもかといって元ヤンが現職ジェラピケ、これも怖い。逆にね、なんかちょっとこいつ隠してるかな。そう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 、それはスイッチ入るな。どうぞ。いや、これちょっと迷ったんだ。やっぱり昔ヤンキーやったけど構成してる人ってめっちゃ魅力的やと思う。あ、君好きなんです。好きです。はい。どう？僕そもそももう強い女性好きなんで。強いというか、あ、じゃあ、あれですよ。その強いっていじめられたいってわけじゃないですよ。そのなんか多分精神的に安定してる女性にすごい魅力感じる。ああ、わかる。肝が据わってる。元のヤンをプラスなんや。そう、俺はね。そうし、なんかやっぱり肝据わってる人っていいやん。何やっても俺尊敬できる人が好きなの。何やってもなんか様になってるなとかかっこいいなとか、あ、なんか度胸はあるんだなって。女性でも俺度胸はあってほしいから。じゃあ度胸はあるし尊敬できる男と付き合ったことないんです。ない。まあいかん。ない。いや、それ言い過ぎたかもしれないね。わかんないよね。俺のことピンタしてくれたあの子は度胸あったかもしれないしね。それはわかんないけどね。ちなみに俺も好きな方で、もう中学の時めちゃくちゃヤンキーやってる女がそのままズルズル言ってたらシャイだね。そう、そう、もう先にもう結婚して子供作ってやってるのを25になってアパレルどこの店やろうがシャイになってるやつは、あ、こいつちゃんと構成してんねんなって思う。同級生がそれやってたら自慢もんだよなって思う。だって女の子の超ヤンキーは結構たかが知れてるね、実は。あ、いいっす。うん、いいっす。分かれるんすよ。いいっすね。分かれますね。いいお題が出てる。じゃあ最後、はい、まだちょっと行かせていただきたいと思います。もうここラストなんで、うん、みんなでちょっと盛り上がれたらなというふうに思ってるんですけれども、はい、まあ、深いことはあんまり聞かないでいただきたい、直感で言っていただきたい、完全にこれ狙ってるよねっていう、したい、要するに男性の本能を湧き立たせるようなデザインのものを、つけてる女性。思い出しポチたら一番気になる。際どい下着をつけてる女性、これ好き好きくない？好き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 。おえ！もうやっちったよ、やっちったよ、罰ゲームじゃんこんなんもう。じゃあ際どい下着で。はい、ください。際どい下着でいきます。次の動画オープニング撮ってください。僕は好きじゃないです。脱いだ先のおしゃれって必要？いや、脱いだ先じゃないねんって、なんかさ、 T シャツとかさ。じゃあ言わせてもらうけど。君は脱いだ先のおしゃれしなさすぎね。何？毎回トイストーリーほんまにずっと言うそれやん。違う、それはだからみんながトイストーリーのパンツが好きなの。俺はディズニーのパンツ計10着持ってますって、毎日違うパンツがあるんですよ。なので、そうだから、そしたらトイストーリーのことちゃうねん。ディズニーのパンツのこと言うてんねん。だってもしそうなった時にそう、ディズニーね、一応ちょっとチェックしてもらっていいですか。これとおそろのやつしか見たことないもん。こいつ毎回そうなんだよな。え、これですか。まあ、そこから先それでも俺に踏み込んできてくれる女性がいるんだったらそれでいいです。
で、うわってなってそれで終わりなんだったらもうそれでいいです。じゃあカルバンクラインの男に抱かれればって感じです。